時刻は10時25分になりました。横浜リディアパートメント水曜日はベベベベイドリーム FM 横浜から再プレゼント遠藤舞、そしてビートたけしでお送りしております。そして今夜はゲストにのりきよしさんをお迎えしてお送りしております。お待たせしました。お邪魔します。お邪魔しております。いやありがとうございます。初登場ということで、うん、はい、よし、ちょっとあの軽く自分からプロフィールを読ませていただきますけども、はい、神奈川県相模原市にして地元の仲間たちと SD ジャンクスタを結成し活動、その後はソロとしてもう積極的すぎる活動を続けて、今までに5枚のアルバムをリリースし色褪せず進化し続けシーンを牽引している男でございます、はい、そしてキー君、ニューアルバム「上路」が発売中ということで、そうですね、こいつが6枚目になります。6枚目ですよね。そう、もうやけど去年1年間だけで4枚のアルバムをリリースするという、もう暇すぎちゃってみんな遊んでくんないからまあスタジオ行った時にそういう話はあの一緒にしたりもしてて、普段何やってるみたいな話して暇なんだよねっていう。そうなんだよね、ほんと暇で、もうじいさんみたいな、もうほんと下手したら朝4時半とかに起きちゃって、やばい。でもあのチュンチュン言ってる頃から曲書いて、で午後にレコーディングスタジオ行って、もう夜もう夕飯食ってもう寝るみたいな、みたいな、もうおっさん取り越しじじいじゃねえかっていう。もうじゃあ時間があれば曲を作って撮ってっていう。そうだったんですけど、今年はあの友達を作りたいなと思って遊んでくれる。今年の目標が結構、はい、はい、よろしくお願いします皆さん。皆さんリスナーの皆さんもそうだし、あの自分の制作終わったらあのガンガン遊びましょう。そうですね、昼間からあのね、あの鍋パーティーとかね、鍋パーティーとかやりましょう。やりたいね、うん、あの俺たちのね、お互いのね、野菜を行き来したりとかもしてる2日連続とかでね、やったらやりましょう。ぜひぜひやりましょう。けど本当にあの去年夏にもあの東京でね、初のリキドルームでワンマンライブやらさせてもらいました。自分たちもあのダンスともあったんですけども、すんげえもう超パンパンで、いやあの日休みめちゃくちゃ楽しかったっすね。もう楽しかったっすね、全てにおいて。朝までずっと楽しかったっすね。そうだね、割とワイヤーだったね。ワイヤーで本当にもうアフターパーティーまでめちゃくちゃ楽しくて、ぐちゃぐちゃになっちゃった。ぐちゃぐちゃでしたね、本当によく俺帰れたなと思ってよく帰れたなっていうぐらい。いやありがとう。なんかね、俺気づかなかったんだけど萌えとか持ってきてくれてたんだよね。あ、上ちゃんのやつよ、うん、あれで楽屋にワットと一緒に買いに行ったりとかしてて、いやありがたいよ。あのビールをねケースでも買う、もうちょっと俺バトルで買って金があったから聞くに。いやさ、それを話聞いてさ、なんか感慨深いなと思ってさ、我々が出会った頃は萌えなんていうものを眺めるだけのものだったじゃないですか。何それみたいな。それを戦友が買ってきてくれるなんてさ、感慨深い感じの、もうビール買ってったらもう瞬間で SD ジャングスターの周りのやつらがもうハイエナのようにこう、ブロンケンさんとかワックスさんとかですね、もうその二人です、その二人が。すいません、すいませんでした、謝っておきます。素晴らしい仲間で本当にね、一緒にねいるだけで楽しい人たちで、でそれを本当 SD を本当に牽引するキー君でございますけれども、はい、本当にもうアルバムね去年4枚出しまして6枚目上路が出ております。まあ、早速なんですけれどもね、楽曲の方、聞くというかライブで生ライブでぶっかましてくれるということなんで、じゃあキー君お願いしてもよろしいでしょうか。はい、これ僕あれかな、曲紹介したのでお願いします。じゃあのりきよで、ベッドの上で聞いてください。Check this shit. 今はここでへこむ、でも向けないよ未来には背を、先に書く役なんかねえんだ、崩れんの怖きゃできねえよジェンガ、寝れねえよ乗り越えて、下手な弁解流せトイレ、自分を嫌いになるまでさもがけ、出てえのはそ目の前のドアへ、彼は尽くしたベスト、それでも人は犯すねミスを誰でも、確かな未来なんてそりゃねえ、のにもかかわらず傷を咎め、先に行くのがさ怖くなる、触れなくなるもう癖のドアすら、で思いつく言い訳のコラス、早くそれを見る見としまでのコラスな、俺もアウトしょげて落ち込んだ時もうやめちまう、もしそんな時他人の見る目よりすっか昼寝、自分で気づくまで浸れイリーレス、誰かの言葉よりまずそこさ、人に当てない苛立ちの矛先、部屋のベッドで仰向けに転がり、一人悶絶出口はどこだ、今はここでへこむ、でも向けないよ未来には背を、先に書く役なんてねえんだ、崩れんの怖きゃできねえよジェンガ、寝れねえよ乗り越えて、下手な弁解流せトイレ、自分を嫌いになるまでさもがけ、出てえのはその目の前のドアへ、
やりきったはずでもなぜだ。あん時やりゃ多分さ勝てた。あもう全部さやめだって投げ出してもこのまま割れない。生まれ育ち環境や資本自分に根も見て比べて落ち込んで立って止まってくれないよ。勝手去っていく時間は今日も黙って。時は今日も明日に流る。昨日の傷もいつかは塞がる。過去つなげば今へとつながる。じゃあその先で笑おうぜ必ず。その前にへこんでいい。今日は抜け殻みたいさまるでセミなわけねえ。俺たちフェニックス握りに行くよノブを手に。けど今はここでへこむ。でも向けないよ未来には背を。先に書く役なんてねえんだ。崩れんの怖きゃできねえよチェンガ。寝れねえよ乗り越えて。下手な弁解流せトイレ。自分を嫌いになるまでさもがけ。で手伸ばそう目の前のドアへ。例えばか結構でビリ。でも彼よりは知ってるチリ。あいつばか結構で2位。順位よりも好きなもんを探しに。そこで譲れねえもんに会えたら掴んで話すな。それは金じゃない。時間かける価値それがあるかはやってみてから初めてわかるから。夢はきっと抱いたって叶わない。だから得るまで俺は黙らない。でもぶっちゃけ怖い。見て諦めってやつが隣。全て見ぬふりして生きるふり。より派手にこけてしようぜ空振り。そう出口ならほら鍵は内から吐くだろドア。今はここでへこむ。でも向けないよ未来には背を。先に書く役なんてねえんだ。崩れんの怖きゃできねえよジェンガ。寝れねえよ乗り越えて。下手な弁解流せトイレ。自分を嫌いになるまでさもがけ。で手伸ばそう目の前のドア。 Yeah さ手伸ばせ目の前のドアへ。寝れねえ夜乗り越えて。越えてく越えてく。Yeah, FM 横浜 Bay Dream Stay tuned. Yeah, ありがとうございます、うん、失礼いたしました、yeah、生でぶっかましてくれました、よかった、かまないで、上手でございます。ありがとうございます。いや素晴らしい、かっけー。お時間いただきましてありがとうございます。トピックをね紹介していきたいと思います、はい、まずはこちらのトピックから。 News 23新成人おめでとうございます。今週月曜日は成人の日でした、今年は126万人の若者が大人としての第一歩を踏み出したわけですが、成人の日の風物詩ともいえる残念なニュースもありましたね、横浜市の成人式では一部の新成人が柵を越えて舞台に上がろうとする騒ぎが。沖縄では改造車やバイクが信号を無視し交差点内で何周もぐるぐるとドリフト走行する集団が目撃されました。皆さんこの機会に今一度大人になるということについて考えてみたいですね。はい、うん、ですね。心に刺さる。皆さんどうでした？あ、そう、皆さんの成人式ってどうだったんですか？僕は普通に普通に、はい、普通にあのスーツを着て参加させていただきましたけど、真面目に。まあそうですね、うん、まあ、このなんかニュースに関してはなんかそういうやつがいてもちょっとはいいんじゃないかななんて思ったりするところはありますけど ね、みんな真面目にこうやってるよりか、うん、なんかね元気があった方がまだいいんじゃないですよ、ね、毎日やってるわけじゃないんじゃない。まあまあまあ、お祭り騒ぎしたい気持ちもちょっとわかるけどね。沖縄とかだとこれをやったこと後に、うん、社会人として仕切り直そうっていう、うん、なんかそういう儀式が本当にあるらしくて、ね、今日で終わりだ、今日で、今日でもう最後、で捕まっちゃうやつはやっぱそれちょっとやりすぎちゃったなっていう、別にやってくるんで、多めに見てるわけじゃん、動画とかが上ってね上がっちゃったりしてるわけでね、本当に俺横浜アリーナとか入れてくれなかったから別に悪さとかしてたわけじゃない、悪さとかしてたわけ、なんで入れてもらえなかった、テクノカットみたいな感じでやって、ずっと前日から興奮が抑えきれなくて、うん、酒をね、うん、ずっと飲んだまんま友達と行ったらなんか酔いすぎてて、で朝の部横浜って朝と昼じゃないですか、二部制なんだけど、なぜか昼まで残ってて、で入
ろうとしたらお前違うだろって言われて一回も入んないまんま終わるっていうで翌年の吉野と謎みっちゃんの、うん、あの成人式が本当にひどすぎて、うん、上裸だって上裸でスプレーで体に手を描いてでなんか工事中のチェーンに犬くくって犬連れてきただから人目は引きますけどね。いや絶対に誰にも迷惑かけてない、うん、そうですかね。単純に横浜アリーナの周りを散歩してただけっていう犬の散歩中だったっていう ね、はい、ねそういうことやったおかげで、ね、あの二人はまだ未だに成人してませんのでお見知りおきお願いいたします。なるほどね、はい、まあ、思い出残る成人式だったということで、はい、続いてはこちらのトピックです。さあ時間の許す限りねメッセージをお待たせください。ラジオネームタップ、皆さんこんばんは。私が初めてのりゆきさんを知ったのは某雑誌のインタビューかなんかで車椅子に乗ってました。3階から飛び降りて難を逃れたみたいで、それから興味を持って CD 買いました。ラップかっこいいです。新しいアルバムまだ買えてないですが必ず買います。おという感じでありがとうございます。4階ですけど、ね、4階ですね。4階懐かしいですね、はい、めちゃくちゃびっくりしたっすね。これ本当にそうですね、明日平山さんたちがあの、ね、やる箱ですから言っちゃったけど、ブリッジだよバカ野郎、4階だよ、そうですね、4階でございますよ。そこ間違えちゃいけないから円満です、大丈夫です、ね、皆さんびっくりしました、はい、いい箱なんです、見てください。そしてラジオネームタナ、あ、じゃあこれはもうヨシャシャスでいきますか、うん、ヨシャシャス間違えたからカッカッラジオネームタナテフ、キー君がゲストということで神戸から楽しみに聞かせてもらってますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあタナテフにはよっしゃしゃーす、よっしゃしゃーす、うん。